香さんお願いします、はい、私は、直接言われたわけじゃないんですけど、はいはい、まあ、全日本合宿中に、まあ、一緒に、まあ、女子のレスリングの選手と選手と合宿してたら、はい、誰々がかっこいいとかそういう話をしてたんですよ。で女の子やもんね、はい、で 誰がかっこいいと思いますって聞かれたんで、あの人とあの人とあの人とみたいな感じで、まあ、結構何人か何人かいいなと思う人やもんな、恋人じゃないもんな、はい、そしたらあその人あのって言われて、え何やろうと思って、その人何何って聞いたの、まあ、エリさんが試合に出てる時にあ頭歩いとるって言ってましたよって、あれな頭が歩いとるみたいやって、はい、言うてありましたよ言って、はい、そのチクった女もチクった女やなひどいですよね。いやそれでもそんなに大きくないよ。いやでもすごいたくさんの人に、なんか頭でかい言われるのか、はい、頭顔あと二頭身とか、まあ、結構言われますけど、ああかわいい、そりゃかわいい、え何がちょっと測った、お前測ったよ今測ったよね、いや二頭身ではないなっていう見たら分かるでしょうよ、測んなくても、二頭身ってこれぐらいならあるから二頭身ではないなっていうのは見てはないです、はい、まあじゃないですけども、はい、あそうかね、下半身でがっちりしてるし余計体勢も低いし余計そう思うんだですかね。でも入場っていうか入ってきて歩いてる時なんで、まあ、二足歩行っていうかあのずっと二足歩行でしょ、でも歩行してる前にもう二足でしょ、人が二足歩行で私歩いたんですけどってあんまり言わへんトレーニングで多分あのヨウさんですね、えあのヨウさんやります、やります、やるんだ、はい、やります、今度もやるよね四足、やらねえわ豚じゃねえから、いや私入場